後藤雄一君から関連質疑の申し出があります岡田君の持ち時間の範囲内でこれを許します後藤雄一君委員長立憲民主党の後藤雄一でございますまず物価高についてお伺いしたいと思います電気代が高くて困るという声全国から寄せられておりますが えこれ、東京電力の場合で示しておりますけれども、一般家庭260キロワット時使う標準家庭の場合、2020年12月には6367円だったんですね。でこれがあ昨年9月には9二2 6円、えー、43%上がっているとで、これが今の価格です。でこれは税金を使って 2割ぐらい下げるという激変緩和対策事業というので、その後2割ぐらい下がって7306円になるんですが、その後今、料金認可申請、値上げ申請というのが来ていて、東京電力の場合29、29%、北陸電力は46%を引き上げという、ものすごい値上げ申請が今、なされているところですが、これが上がると9917円と。 こういうふうに、5月支払い分からな,なるんですが、ここまでよくマスコミで説明されてますが、このあと政府の2割補助っていうのがなくなると、1万1737円まで上がっていくわけです。で、この2月に2割分ぐらい税金使って補助が入るんで、ああ、少し一息ついたっていうのを感じるかもしれませんが、これ、皆さん、ぬか喜びですから、まあ、これはこれでありがたいんですが、その後 お料金認可申請、さらにそれ以上上げる、つまり2割下がって3割上がるというのが来ることになってるんですが、これ、総理に伺います、これは激変緩和措置として、税金を使って行われるわけですが、この2割引き下げというのは、通常、その激変緩和っていうのは、3割一気に上がるのを、それ、激変だから、 3割ならないで1割上がるように、つまり3割上がるところに2割の補助を入れて、1割アップに収めるというのが普通激変緩和で、これ、なんで2割下げてから、あ3割上げるんですか内閣総理大臣、岸田文雄君。まずあの、電力各社の、えー、と電力料金のこの申請については、まあ、ご指摘のおーケースも含めて、えーまあ、全国でさまざまな、 この申請が行われていますそれが2割を超えている、まあ、こういったご指摘でありますが、これまずまず、まずその、えー、っと仕掛け、仕組みとしましては、全国平均の,この平均の家庭においてのこの値上がり分に相当する分を値下げすると。 いうことで二割とさせていただいております。まあ公平性の問題等をまあ鑑み、それからえ事務の効率性の問題に鑑みて二割とさせていただいています。えー、ただまず第一に、えー、これは申請に先立って今年の1月から引き下げを開始する、えー、先行引き下げを行うという点。えー、さらにはこれ各社とも。 まざまな申請を行っておりますが、この申請のこの為替レート、一つ取りましても、1ドル140円程度のレートが用いられていると承知をしています。えー、と為替等、大きく変動している状況を踏まえて、何を基準とするのかが適切なのか、今後あの審査の段階で、専門家にもこの相談しながら、 この基準についてもしっかりと審査をした上で、この値上げ申請についても判断をしていく、こうした取り組みも進めていきたいと考えておりますそれは後でする話なんですが、質問に答えてください、激変緩和になってないじゃないですか、2割下げてから3割上げちゃったら。これ、1月検診分ですから、国民の皆様、2月の支払いから2割下がるんですけど、2月に2割下がって、 統一地方選挙を迎えるわけですよ。それで統一地方選挙が終わった後の4月県新聞、5月支払礼分から3割、北陸電力だったら45%上がるわけですよ。統一地方選対策じゃないですか。これどこが減免対策なんですか。内閣総理大臣記者会見。え、先ほど申し上げたように。 この申請、値上げ申請に先立って先行して引き下げを行うということでありますし、先ほど2割、このえーと平均家庭で2割程度、この引き下げるということを申し上げましたが、これは電力の使用量によって、その額は増えるわけであります。特に冬場において、使用量が増えた場合には、 そののの値引き,、えー、値引きの額ここれは増えるといいうこの仕組みになっています、えー、電力を多く使う大きなあの大勢の家庭において、えー、そのメリットは大きくなるなど、えー、この制度としてさまざまな工夫をし、えー、激変緩和に資するような制度設計を行っているということであります委員長後藤祐一君。なんで先にやるんですかって答弁ないですね、やっぱり苦しいんですね。 あのまあ、これはうがった見方かもしれませんが、もう去年の2月ぐらいから、もう電力会社苦しかったんですよ、燃料市整制度っていう,う、為替と原油相場が上がったら自動的に料金上げられる制度が、もう上限、5割分しかできないんで、上限に張りつく会社が2月、3月ぐらいから出てきて、そうするともう赤字がどんどんたまっていくわけですよ。本当はもももしししししかかかたたたたららっっと早く値上げ申請したかった可能性をもしかしたら まあまあ、統一朝鮮より後にしてくださいっていうところまで、やったんじゃないかとは言いませんが、あそこも含めて、ですね非常にこう選挙的なタイミングになってるなということは、ご指摘申し上げておきたいと思いますが、次のパネル、お願いします。あのー、今、先ほど、あのー、まあ、この話についての答弁だと思うんですが、今、あ大手電力会社、2社はしてませんけれども、えー、7社、申請が出てきてるんですけれどもお、この前提となっている為替レートが、 あ円、えー、レベル、これが11月末ぐらいに出してきた5社ですね、えー、あと東京電力などは140円、北海道電力144円ということなんですが、あでこれ、原油の相場もこの頃の方が高かったわけです。で、今日の1ドルレートは大体130円ぐらいです。でこれは燃料費が上がったから料金値上げなので、この査定の中で、 為替だとか原油価格ですとか、LNG とかあるかもしれないけれども、それを踏まえた査定をすることで、適切な電気料金ということにすべきじゃないですか<上>、はい、経済産業大臣西村君、君ご指摘のようにです、ね、各社の申請の中身は、ね、一度140円程度の為替レートが用いられております。 まさに今回の値上げ申請は、燃料価格の高騰、それから円安などが主な要因であります。まあ、この燃料価格、為替など、大きく変動しておりますので、なかなか予想するのは難しい、設定するのは難しいところでありますけれども、標準的な料金水準の設定、まさに設定に当たっては、ですね査定に当たっては、ですね専門家の意見も聞きながら、できる限り国民の皆さんにも納得していただけるような水準となるよう、ですねしっかりと審査をしたいというふうに思っております。その上で えー、あのいずれにしてもあの基準価格が設定、標準的な料金水準が設定されるわけですけれども、実際払う場合にはです、ね、その燃料費調整制度、ご案内のとおりでありまして、各月の3、まあ、数ヶ月前の為替レートや燃料価格は反映されますので、料金改定後も為替レートが改善したような、まあ、円高の方にいったような場合にはです、ね、それに伴う費用低減の効果が自動的に料金に織り込まれることにもなります。 委員長まあこれは踏まえてやっていただけるという答弁だと理解しました、これはしっかりやっていただきたいと思います。えー、続きまして、麦の値段ですが、えー、これはパスタですとかパンですとかカップラーメン、お菓子、いろんな値段に影響するわけですけれども、日本の制度っていうのは、輸入小麦は全部政府が一旦買い取って、それをメーカーなどに卸ろしてるんですが、まあ、その値段、政府決められるわけですね。でこれ去年の 大体、まあ、いい半年おきに値段を決めてるんですが、去年の10月、まあ、価格が相当上がってしまう想定だったものですから、据え置きにしました、まあ、これ自体は一つの判断だと思いますが、問題はこの次なんです、えー、今度の4月の値段を決めるにあたって、まあ、前回据え置いちゃったんで、本来は過去半年分の相場を見て、次の半年のお値段決めるんですけれども、 実はですね、この国債相場、小麦下がってるんです、そうと、この黒い線ですけどねで、1年分見ちゃうと、去年の前半、4月から9月までの高いお値段のやつがあ入っちゃうんですよで。これは原則に戻して、えー、去年の10月からあ今度のまあ3月か、まあ、その前の月か分かりませんが、あ直近の半年分で計算すれば、あ 小麦の価格あの少し抑えられるんじゃないんですか総理これははいあの農林水産大臣野村哲郎君、ねえー、ただいまのご質問にお答えしますが、えー、委員おっしゃるように、えー、小麦は4月と10月に価格を決めて、えー 業者さんにはいわかりました簡潔にください小麦は通常は6ヶ月間、も先ほどの質問にありましたように、買い付け価格を反映するところでございましたが、ウクライナ侵略の影響を受けて、急騰に対する緊急措置として、半年分じゃなくて、算定期間を1年間に延長して、実は平準化してきたわけでありますが。 小麦の買い付け価格は昨年6月以降、下落いたしました。これはウクライナ戦略、侵略前の水準近くで、今現在推移しておりまして、緊急措置の結果、次回4月の改定では、緊急措置を講じなかった場合の急,急激な価格変動を回避できる見込みとなっております。まあ、今後につきましては、引き続き、 小麦の買い付け価格の動向を注視し、価格の予見可能性や、小麦の国産化などの食料安全保障の面も勘案しつつ、適切に検討をしてまいりま後藤祐一君。お答えになられてないんですが、次、総理に伺いたいと思いますが、これ、政府が決められる価格なんです。そんなないですよ。でただ、あ,のあまり安くして減収が出ちゃうと、 これを財源にして、国内の麦対策の予算の財源になってたりするんで、そこはちゃんと確保しなきゃいけないんです。ですから、これこそまさにね、我々あんまりいいと思わないけど、物価高騰対策予備費になるものが、5兆円積みましてるんですよ。それ使うのにちょうどいいじゃないですか。これ穴開いたって、せいぜい300億なんですよ。これ総理のご決断です。この予備費を使って、もし穴が開いたら、それ一般会計から埋めればいいんだから、半年分の国債相場を見て、4月の小麦の値段を決めるべきじゃないですか、総理。 内閣総理大臣、岸田文夫君今、あの農水大臣から答弁させていただいたように、次回4月の改定では、緊急措置を講じなかった場合の急激な価格変動を回避できる見込みである、まあ、委員があのご指摘されたああ状況であります。そして今後については、最後、あのえー、農水大臣が言った部分が大切でありまして、価格の予見可能性と加えて、 今小麦の国産化を進めています国内でこれ、小麦をこの生産する方々をこの推奨しているわけでありますので、これ、海外から入ってくる価格について、このさまざまな取り組みをすることは、そういった この方々にも影響が出るわけでありますのでその点も総合的に判断した上で価格というものを考えていかなければならないと思いますですからまあ、急激な価格変動まあ、これは回避していかなければなりませんが今言った点も含めて政府として、えー、価格についてどう考えていくか これを考えるという点は重要であると認識をいたします元一君もちろん、平時の通常の価格のときそんなことをしちゃいけませんよ。ですが、小麦っていうのは、ロシアとかウクライナがまさに大生産地なわけで、国際的に逼迫しているわけですから、値段高いときには、やはりよくお考えになって、3月の前半のところでこう決まると思いますので、これは農水省に任せるんじゃなくて、総理のご判断としてやって,いきたいとやっていただきたいと思います。えー、次年金についていいてきたいと思いますが 年金のおマクロ経済スライドというものがあります、これ、簡単に計算しますと、お例えば2023年4月からの年金をいくらにするかという計算は、2022年の1月から12月の物価変動率、これは2.5%なんですけど、そこからマクロ経済スライド分、つまり長い目で見て年金財政が持つようにしましょうねっていう、まあ言ってみればカットされる分が0.3%分あって、 さらに2020年、2021年は、あこのマクロスサイドでやってないキャリーオーバー、宝くじのキャリーオーバー嬉しいですけど、このキャリーオーバー、勘弁していただきたいんですが、この0.3%分があって、0.6%差引かれて、えー、2023年4月からの年金は1.9%上がることになっています。つまり、これ、物価上昇率よりも年金上昇率が低いとこういう形になるわけですが、これ今、きついわけですよ、お年寄りにとっては。 さっきの電気代も上がってるし、でちょっと調べてみました、あの今、お年寄りのにとっての物価っていうのは、世の中全体の物価とちょっと違うんです、特に光熱水費、まさに電気代ですとか、こういったものって、若い世代よりもずっと一日入れにいますから、使うんですよ、あとはあ生鮮食料品を含めた食料品の占める家計の割合が高いんですよ。でこれは ああ統計を調べて、えー、お年寄り物価上昇率っていうのを私作ってみました。えー、そうしますとおおこの赤い方がですね、えー、お年寄り物価上昇率65歳以上の世帯の方のお一ヶ月何を買ってるかっていうものをウェイトをつけて計算すると直近で言うと4.3%で全体の平均は4.0%ですから0.3%ぐらい違います。えー、去年の歴年で見てもおこの年金を決める額の前提となっている2.5%よりも0.3%ぐらい お年寄り物価上昇率は高いんですよ、これ踏まえた形でやるべきじゃないですかで、さらに言うと、この1年全体を取ってしまうと、さっきの麦の話と同じです、この赤と青のグラフ見てください、去年の1月とか2月っていうのは、そこまで物価上昇率高くなかったんです、まだ1%台とかだったんですが、この11月、12月は4%ですよ。で、今、足元では4%増のところから始まっていくわけですよ。ですから もうちょっとリアルタイムに物価上昇率に合わせた年金改定率にしないと、お年寄り持たないですよ、総理。ですから、この物価上昇率についてはキャリーオーバーやめろっていうのももちろんなんですが、お年寄り物価上昇率を使うべきじゃないか、あそして直近の例えば4か月のお物価上昇率を使えばあ、例えば全部の世帯平均しても3.65で1.15%も違うんですよ。お年寄り物価上昇率で え直近4か月だったら3.86%、おーこれだったら3%以上の年金換え率になるんですよ。で、これ、お年寄りにとにかく上げればいいって話してるんじゃないんです、これ、物価が下がるときは、逆に厳しい数字になりますから、年金っていうのは長い目で見て、均衡することは大事ですから、これは短期で取ったら得するときも損するときもあるので、長い目で見ればこれ、均衡する話ですから、今まさにね、物価のことを考えても、今の3つの提案、ギャリーオーバーやめろ。 お年寄り物価上昇率を使え、そして1年じゃなくて4か月ぐらいの直近の物価上昇率を使うべきだと思いますが、いかがですか厚生労働大臣、後藤、加藤勝信君あの公的年金制度について、今、後藤委員からもお話がありましたように、まさにその若い方の保険料を上げない中で,です、ね、どうバランスを図っていくのか。 まあ、そういった中で、今、お指摘のあったマクロ経済スライド等の制度が導入されることによって、その実現を図っているわけでありまして、したがって、今回、今、さっきと委員お話があったように、物価の上昇率に対して、過去のキャリーオ,オーバー分、あるいは今年度のマクロ経済スライド分を含めて、えー、年金の改定率を計算をさせていただいていると。 ここれはままさにに今申し上げたよううバランスを取っていいくということでありますそれから世帯主の65歳以上の世帯の令和4年の消費者物価指数は、総務省の発表では前年比プラス2.9%とベースになっている率よりも高くなっているわけでありますけれども、しかし先ほど申し上げたように、受給される側とやっぱり負担される側のバランスをどう図っていくのか、したがって受給者である高齢者のみなら、支えてである、 現役世代、その消費実態、まあ、そういったものも勘案する必要があると考えておりますし、また今、お話があったような形を採用することによって、年金財政にどういう影響を与えるのか、いうのを慎重に議論する必要があると思っております。さらにその前、四半期ごとの改定ということでありますけれども、これ、改定するとです、ね、例えば国民年金の保険料、その都度都度改定するわけでありますから、まあ、そういったことにすると、また現役世代の負担というものがかかる。 頻度が上がってくるという問題がありますし、また正直言って、日本年金機構等と相当な処理が発生するということでありますから、まあ、事務負担の正確性、事務処理の正確性といったような課題もあるということで、そうした議論も慎重に議論する必要があると、慎重に検討する必要があるというふうに考えています後藤隆一君、円高になったとき、原油が安くなったときは、逆にお年寄り物価上昇率の方が低いんですよ。 長期的にはこれ、これのよゼロですからね、大臣。で、あと、手続きっていいますけど、だからマイナンバーカードとかやってるんじゃないんですか、マイナンバーカード、あんだけ使ってくださいって、こういうことをこリアルタイムに物価上昇とかに対応できるために、えー、進めてるんじゃないんですか、何のためやってるんですか。では次に行きたいと思いますが、えー これですね、えー、総理秘書官、岸田翔太郎総理秘書官の話、いきたいと思いますが、えー、昨日山井議員の質問に対して、えーまあ、お土産を買っていたと、で、えー、閣僚に買っていたというふうに総理、お答えになったんで、えー、今日朝、各大臣の閣僚記者会見で、えー、答弁がいろいろありました、えー、少なくとも10人の大臣、えー ちょっと呼び捨てで申し訳ありませんが、松野さん、加藤さん、えー、河野さん、高市さん、斉藤さん、小倉さん、松本さん、長岡さん、西村さん、谷さんという各大臣が総理からお土産をいただいたと答えていたり文字、あの文字で出したりされておられますが、えー、総理、これ、全部の大臣にお土産買ったんですかで、どんなものを、いくらぐらいのものを買ったんでしょうか内閣総理大臣、岸田文雄君。あの 前前大臣に買ったとお承知をしております、まあ、具体的な内容については、まあ、控えますが、いずれにせよ、私自身のポケットマネーで買ったということはあ間違いないところであります後<尚>藤祐一君。 あのなんでこれ聞いたかっていうと、これ、官邸の機密費とか使ってたら、えらい問題だから聞いたんです、でも、まあ、今、総理からねあの、ポケットマネーから買ったということなので、あのまあ、何を買ったかというよりは、税金で高いものを買ったらそれは問題だから、だから聞いたんですよ、えまあ、ポケットマネーということであれば、お土産買,って買うというのもあると思いますが、が、あのー、今日答弁されたうちの2人の大臣は、この質問を受けて、 プライベートなことなので控えるというお答えをされてますが、つまりこれ、プライベートのお土産を買うために、岸田翔太郎総理秘書官があ、関与者を使ってハローズデパートに行って、お土産を買ったってことですよね、うなずいてらっしゃいます、総理で。プライベートのお土産を買うことは、総理秘書官の公務ですか、公私混同じゃないですか内閣総理大臣、岸田文雄君。あのー 総理秘書官の中で、あの政務秘書官という立場においては、事務秘書官と役割を分担しながら、この総理を補佐するという立場にあります。総理のこのお土産を買うということについても、誰がやるかということを考えた場合に、政務秘書官が対応すると。 いいうのは現実あるんだと思います、えー、そういった形でお土産の購入を行ったと認識をしております後藤祐一君。いやあの総理秘書官がお土産買うこと自体はあるでしょう、ただ、これ、総理秘書官の公務ですかと聞いてるんです、総理。内閣総理大臣、総理、総理の答弁に対して言ってるんですよ。 政治家としてのこの総理のお土産を購入するこれも政務秘書官の本来業務に含まれうると考えます委員長後藤雄一君つまり公務ですか内閣総理大臣岸田文雄君え本来業務すなわち公務であると思います委員長後藤雄一<ら>君 プライベートなお土産を買うことは公務なんですかちょ本当ですか、総理。いや、買うのはありだと思いますよ。ちゃんとあの公務をしていて、空いてる時間にお土産買うのはいいけど、これ公務っていうのは総理いかがなもんですかね。えー、最後残った時間、闇バイト強盗事件いきたいと思いますが、えー、フィリピンから4人の方、あまあ、移していただく方向で進んでいることは、あまあ、どんどん進めていただきたいと思いますが、 これ、そもそも2019年にフィリピンから日本に電話かけてくる特殊詐欺事件で、36人の身柄の引き渡しがあったんですが、4人は身柄引き渡しはできなくて、その残った4人が、あまあ、全部じゃないかもしれませんけど、今回のおやってた人だという報道があります。この2019年の特殊詐欺事件のときに、この渡辺容疑者と今村容疑者を含む4人の方、あ 引き渡しフィリピンに求めたんですか、強く求めるべきだったんじゃないんですか、総理。国務大臣谷君お答えいたします、えー、ご指摘のものにつきましては、あ警視庁が特殊詐欺事件で逮捕状を取得しているところ、現在、フィリピンの入管施設に収容されているものと承知しており、 フリピン当局に対しし強制退去のの要請を行ってているものと承知しております他方、ご質問の強盗等事件に関しましては、これまでに警察において多数の実行犯を検挙し、全容解明に向けた捜査が進められているものと承知しておりますが、これらのものが強盗等へ関与しているか否かを含め、現在、捜査中であるものと承知しております。 後藤雄一君いや、答えてないんですけど、あの過去の話ですからあの、2019年の特殊詐欺事件のときの4人の方に対して、この4人もちゃんと日本に撃つようにと、強く求めたんですか、でそれをで、残っちゃったから今回の強盗殺人が起きたんじゃないんですかと聞いてるんですはいじゃあ国務大臣、谷光一君、えー、4, 人の4人と言いますか。 味方引き渡しを求めているフィリピン側にはもちろん求めています、それは特殊詐欺事件で逮捕状を取得しております、取得して、えー、フィリピン当局に求めて、えー、いる、求めて、えー、いるということでございます後藤祐一君。いや、今回の話じゃなくて、2019年のときのお話ですよ、大臣。分かってます いや今回はあの、向こうの法務大臣も積極的な答えを言ってるし、2019年の特殊詐欺事件のときに、この4人についても日本に強強く政治レベルで求めたんですかってことを聞いてるんです国務大臣谷光一君、谷君先ほどからご答弁申し上げましたとおり、2019年の特殊詐欺事件で、逮捕状を取得して、フィリピン当局に、 えー、求めていることは事実であります後藤祐一君。堂々巡りなので、2019年の特殊詐欺事件のときに、この今回、なめらがっている4人の方について、日本に対して身柄を移すように、政治レベルで求めたかどうかの資料提出を要求します。 理事会で協議します最後に、ですねこのお、まあ、特殊詐欺からあこの強盗、殺人まで含めた強盗に事件のお中心が移ってくるとこれ、えらい話なんですが、昨日これについて、えー、総理は、ですね宅配業者を装う不審な訪問者に注意することなど、防犯対策について情報発信を徹底していくこと、これがまず,まず大事だと思いますと答弁していますが、まあ、確かにそういうことを気をつけるのはあるでしょうが、 オオレオレ詐欺的な特殊詐欺は、電話で言われても a t m、MM、で振り込むな、これ徹底するの、すごい大事ですけれども、もういざとなったら人を殺めてもいいという覚悟で来る強盗犯に、なかなかこれ、一般国民、対応できないですよ。あの小前の事件の時には 千葉県警から東京の調布市に対して、えー、この大塩様のお宅を特定して、1月19日午後2時46分ごろ情報提供があって、その2時間半後に現場到着したと伺ってますが、この情報提供をおもっと徹底してやるべきじゃないですか。そして、えー、こういった実行役への連絡、これテレグラムを破るの大変かもしれないけど、ここを捜査として徹底してやるべきじゃないですか、総理。内,内閣総理大臣、岸田文雄君。 はいあのまあ、今、全容解明に最善の努力をしている、まあ、こういった状況でありますので、えー、とその具体的なこの対応については、それをしっかり確認したうえで、考えるべきだとは思いますが、ただ、委員の問題意識は共有いたします。えー、国民の皆さんがこういった事件を前に、大変大きな不安を感じている。 このことは政治の立場から重く受け止めなければならない、情報提供、あるいはさまざまな注意喚起など、どんなことができるのか、こういった観点から、具体的な対応を考えていくことは重要であると認識をいたします。後藤一君、はい終わりりまますありがとうございました